山本康弘、阪神応援席に向けて、意外な行動。涙出てきたわ。移籍しても応援してくれるファンっていいな。古巣の応援席にもしっかりと手を振る山本選手。こういった動作に人間性が出ると思う。中日ってなんか性格いい選手多くないか？この行動を見た時は本当に感動した。敵でも古巣のファンに対してしっかり手振ってる。最後まで残ってくれた阪神ファンにも感謝やで。本当に素晴らしい選手とファンの絆。なんか阪神ファンも優しい人多いんだな。山本のヒーローインタビューも聞いてたんやな。ドラゴンズに来ても、お世話になった阪神に恩を感じてるんやな。うちの兄弟と一緒か。アツシも阪神に在籍してたねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。